小島和夫です。祈りの壁という題で制作しました。私はこの間ずっと人物を求めていろいろ旅したりする中で、こう懐かしい人々に出会う、そういう経験の中で、自分が共鳴しうる人物をリアルに表現したいなと思って書いてきました。今回のこの作品はバルカン半島の真ん中頃ところにあるルーマニアという国のウクライナの国境に近いところにある有名な教会群がありまして、中世のものですけども、そこに外側が全部壁画で埋め尽くされているんですけども、その中に天使が、大勢の天使が階段を上って天国に行くという壁画がありまして、前から描きたいなと思っていたんですけども、今回2月の24日のウクライナの侵攻を見て、この壁画を使って今の自分の気持ちを描いてみたいなと思って、歩んできた自分の気持ちを、できるだけ思いを込めて描いてみたいなと思って表現しました。人物はもちろん見ていただきたいんですけれども、背景のその壁画、これ15世紀ぐらいの壁画なんですけれども、それだけの歴史のある時間の経過の中で劣化した壁画の時間が積み重なっているようなところを見ながら共感を呼べたらなと思っています。ルーマニアの音楽もずっとかけてましたけれども、この間はポルトガルのファドという音楽があるんですけれども、そのファドをかけながら、郷愁という意味なんですけれども、そういう思いで書きました。竹内英二と申します。作品は植物園という題名です。埼玉県の川口市には、緑をテーマにした広い公園、川口市立グリーンセンターというのがありまして、その敷地の中に大温室がありました。ありましたというふうに過去形で申し上げるのは、この3月にですね、老朽化再編整備ということで、閉館と、なりました。半世紀近く経た温室ですので、まるでこう自然に生えているような植物でいっぱいでした。ひょっこりと動物たちが顔を出しても不思議ではないなという感じさえしました。あの植物たちは今どうしてんだろう、どうなったのかなと思いながら、できるだけ省略せずにですね、文字通り一木一草、省略せずに絵が切ろうとは思いました。それで明るい色彩と、爽やかな色合いで、ちょっと不思議な感じのする絵にしたいなと思いました。人物は、大体10代の後半ぐらいの女性を描いてますけども、今っぽい雰囲気っていうんですかね、ちょうど今生きてるような、その辺にいるような感じの人物を描きたいと思いました。新城かなと申します。新音符という題名で母子像を描きました。母子の姿を通して命の尊さや、かけがえのなさや平和への祈りを描きたいと思って描きました。絵を描くときはいつも想像の中で人物のポーズや構図や色を考えてから下図を描いて描き始めるんですけれども、今回の絵は最初は水色や青の寒色系の色で、母子も
こうしっかりとこうぎゅっと抱きしめ合ってちょっと、切ないような悲しいような作品のイメージだったんですけれども、実際にモデルさんに来ていただいて、モデルさんを見ているとお母さんの、お子さんへの温かい眼差しとか、親子の間で流れる優しい空気を感じることができて、温かいイメージに変わっていって赤い絵に変わりました。後ろの方になんか丸い、形があるんですけれども、それは振り子のイメージなんですけれども、頭の中ではなんか宇宙みたいなところに、光ってる玉が動いてるような感じを描きたいなと思ったんですけれど、ちょっと、難しくて、金箔を貼ったのをこう消していくのがちょっと大変でした。大学生の時に演劇部に入っていて、で演劇にハマっていて、でその時にこう自分の日常では表現できないような感情なんかをセリフとかを通すと表現できて、でその延長線で今絵でちょっとした目線の向きとかそういうところでこう続いていって人物画を描いているのかなと感じます。ジス・ココです。作品のタイトルの名前は弔いです。4月に祖母が亡くなって、その風景を火葬場の談話室で親族が話している風景を、窓越しから見ている作品になります。結構その談話っていうのが相続だったり難しいお話をしていて、自分は何だろう、子供っていう立場だったから、窓の近くから家族を親族を見ていました。その見ていた風景がなんか不謹慎ではないんですけど、すごく綺麗に幻想的に思えて、違和感に感じて、それをなんか形にできたらなっていう気持ちで描いていました。未だ信じられていないという状況になります。名前が結構珍しい名前なんですけど、同姓同名の方がいるのではないかと思うくらい信じられないでした。記憶がどんどん薄れていくような感覚と、なんか戦うイメージで、書かなきゃいけないけど手は何だろう、気持ちが進まなくて、なんか結局どこに落ちるんだろうっていう不安の中で制作していました。初瀬博樹と申します。作品のタイトルは、不自然な自然とさせていただきました。日常の中で、少しこう不思議に思ったことですとか、気になったこと、少し違和感を感じたことだったりとか、そういったことから着想を得て作品を描くことがあるのですが、今回の作品もまさにそういったところから着想を得て、完成した作品ということになります。作品の内容としては、女性がソファーに座っておりまして、で周りに観葉植物、いろんな植物が、配置されているんですけれども、私もその植物が好きで、自分でもその育てたりすることがあるんですが、一見そういう、植物が好きな人からしたら、あり得るような光景ではあるんですけど、よくよく、考えると、少し何でしょう、いろんなそういった植物、そうですね、なんかこう囲まれている
様子っていうのも、まあ、少しこう不思議に感じられるようなところが、自分の中にはありまして、まあ、そういったところが、面白いかなと思いまして、こういった、まあ、作品の内容になりました。今までと少し描き方を変えた部分がありまして、どんな風に、物を配置して、あとは色の構成ですね、色彩をどのように配置構成していくかっていうところに今回苦心したところではあります。真梨千佳子と申します。今回の作品のタイトルは枝枝の行方というタイトルです。植物を描くことがとても多いんですけども、植物を描くとき、今までは、まあ、花瓶の中に、まあ、花を生けていたりとか、あとはまあ風景の中に、樹木があったりとか、そういった状態の植物を描くっていうのはすごく多かったんですけども、昨年まで造園の仕事をしておりまして、まあ、その現場で見てきた植物たちは、雑然とこうまとめられた植物であったりとか、あとは植木屋だったので、まあ、手入れされて戻ってきたトラックに積まれた、木の枝の塊であったりとか、まあ、そういうものをたくさん見てきて、バックヤードで見るそういう植物の面白さっていうのがとても印象的でして、でここ何回かは、まあ、そういうふうに床に横たわった枝とか、そういうものをちょっとテーマとして描いてきました。で今回も、まあ、大きな枝とか小さな枝を、まあ、横たわった状態で描いていったら、まあ、どういう構成ができるかなというところで、今回の作品になってます。はい、私は作品を一枚の絵を構成するときに、最初自分の手元でちょっと小さな下図みたいなものを作るんですけども、モノトーンにしたときに、まあどういう、まあ、白と黒で分けたときにどういう配置になるかなっていうのをいつもそこで考えて、で今回は黒い面、まあ今回ブルーと黒の大きな面をちょっと上の方にこう入れたらどういう構成になるだろうというところでいつも考えてます。